し。どうしたの？さあ行きましょう。よろしくキリト君。それじゃあまたね。ありがとう。キリト君。信じてるからね。それではボスの攻略に向かいましょう。おい、あそこ。あれは。
イト君やみんなと必ず元の世界に戻る。だから絶対に負けない。ヒースクリフ、お前に勝って今度こそこの世界を終わらせる。こうして最後のボスとして相まみえることができて嬉しい。望み通り決着をつけよう。キッド、見事だキリト君。ヒースクリフ、これほどまでに鮮やかに勝利を収めるとは。さあ、アインクラッドの最後のボスはこれから順に君たち全員が。ヒースクリフ、私は戦いに敗れたのだよ。今は創造者のここで SAO のルールを自ら破っては、私にとここでお別れだ。君たちが私の無双の中で、君たちは真剣に生きてくれた。確かにここはゲームの中の世界。それでも俺は。そう思ってくれるのか。ただいまより、プレイヤーの現在ゲームは強制管理モードで稼働。すべてのモンスターおよびゲームはクリアされました。ゲームクリア、これで。これって浮遊城全体が。シリカちゃん、光ってる光ってる光ってるって。なんか景色がぼんやりしてきます。消えちゃった。大丈夫なのかよ、おい。強制転移させられたみたいだけど、おそらく現実世界への転送が始まってるんだ。じゃあ長かった SAO での日々も。でも本当にこれでクリアなの？ボスには手こずらされたが、それでも。そうね、この世界がなくなっ、自分でも気づかないうちにアインクラッドでの日。ああ、キリト君、ほんといろんなことがあったね。キリト君と一緒に戦って、泣いて笑って、ゲームの中なのにここで過ごした時間が今までの人生で一番生きてるって感じた。俺もそうだよ。本当にいろんなことがあった。ねえ、私たち現実に帰っても変わらないよね。この世界で君と作った絆は本物だって信じているから。当然だよ。現実に戻ったとしても俺の気持ちは変わらない。俺は変わらずアスナが好きだ。
ありがとう、キリト君。私も好き、愛してます。現実に戻ったら真っ先に会いに行くよ。待ってる、ずっと待ってる。でもあんまり遅かったら私から会いに行っちゃうかもよ。どうしたんだ？ううん、よく考えてみたら、私キリト君の本当の名前を知らなくて。それなのにこんなに好きで愛してて、ネットゲームっておかしいなって思ったの。確かに現実とはいろいろ順番が違うからな。教えてほしいな、現実世界で呼び合えるように。俺は霧ヶ谷和人。あ、年齢は16歳だと思う。霧ヶ谷和人君。私は結城明日菜、17歳です。ありがとう。君と過ごしたこのかけがえのない時間は絶対に忘れない。現実に戻ってからも二人の思い出を作り続けよう、アスナ。起きたんだ。ここは一体。ここは誰だ。うわ、女の子。僕はユキ。ねえ君、ここはどこ。どこってそれは。アインクラッド。おいおい、ここにいるのにまさかアインクラッド。ユイと同じ AI なのか。ごめん、そうみたい。もしかしてここは部。本当に何も知らないみたいだな。シノンやすぐと同じく別世界。ここはソードア。ソードアートオンラインって。ああ、でもどうして。さっきクリアしたからさ。もしかして。まあ俺もいたけど。なそう、すごいんだね。俺はキリト。キリト、すごいんだね、キリトは。はあ、なんだかワクワクするな。あ
の絵。それほど大したもんじゃない。勇気、悪いやつじゃなさそうだな。ねえキリト、ん？出会ったばかりの人にこんなこと頼むのは失礼かもしれないけど。なんだよ、言いにくいことなのか。僕と手合わせしてもらえないかな。手合わせって、うん、悪いやつじゃないが、僕がここにいられる時間もできれば SAO をクリアしたような強い人と。なんだろう、勇気の言葉、ただの興味本位ってわけじゃないみ、うん、よし、じゃあ手合わせしよう。本当？ SAO にはデュエルモードっていうシステムがある。うん、ありがとう。うん、いけるみ。お、これって準備ができてるなら丸の方にタッチ。うん、そうしたら衝撃決着。衝撃？一撃で決まるって意味じゃないから、クリティカルな攻撃を相手に当てるか。よかった。じゃあ始めるぞ。手加減はしないからな。望むところだよ。Yeah.